僕もあんまり早く着替えると変に緊張するんで、ギリギリに着替えたいと思っております。でも楽しみですね。日本の踊りをどういう風な、ね、捉え方で見てくださるかっていうのがね、僕本来いつも踊りの手順というのを繰らないで、その時の雰囲気とかやっぱりそのお客様に合わせて踊るんですけどね。インド流ってのはどういう踊り方をしたらいいのか非常に今悩んでいるところなんですけど、楽しみです。これが中継と言います。これがちょっとインドの方も喜ぶかなと思って、派手なこういう鈴を使う演目を踊らせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。Stop.
から行ってみてください、ぜひ。木一本ずつやっぱり浮いていかないとね、子供一人と木一本ずつ植えていけば環境にはぴったりじゃないかと思ってね、日本でもこういう活動していきたいけど、まずインドから始めましょうと思って、これマンゴーの木ですね。あの思い出でみんな一本ずつ地球の中のどっかにこの木一本植えましたと、世界観光のためにね、よろしくお願いします。
辺で開いました。海辺で開いました。すごい色なんですね。どうぞ。大丈夫ですか。海の肌は気持ちがいいです。疲れました。寝たい。ありがとうございます。こっちもよく冷えてるんですね。どうですか。めっちゃ美味しいです。ビールです。インドのビールです。こっちです。はい。おお、急に動かないでください。カメラが来たから、カメラ見たから怖いんだね。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。はい、どうぞどうぞ。大丈夫です。これから1キロ歩くそうです。サングラスは日差し予防のみでなく砂ぼこりがすごいので、メガネとかサングラスは必要だということが分かりました。歩きますよ。行ってきます。はい、行きましょう。ちょろちょろ。ダッシュが見えてきました。この辺になると人がすごい多い。暑いし多いし。あれすごい。みんな
ここに来て場所を取ってお祭りずっと見てたんですけれども、メインのね、出汁が最後のね、ジャランナードの出汁が目の前を通り過ぎたのが